今回はスイッチボットからスイッチボット見守りカメラとスイッチボット温湿度計プラス、こちらの2点をご提供いただいたのでご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらの温湿度計プラスなんですけど、僕以前スイッチボットの商品はご紹介してることがあるんですね。でその時はこちらスイッチボット温湿度計っていうものをご紹介しました。これねめちゃくちゃ便利なんですよ。スマホにスイッチボットのアプリをインストールするとこんな風にどこにいてもここの部屋の温度と湿度を確認することができるんですね。ちょっと今手で持っちゃってるから湿度 49% になってしまってるんですけど、まあ、普段はこの部屋はだいたい23度の湿度が、おー 57% になった湿度は 40% で維持してます。で今回新たに追加された商品がこちらなんですけど、温湿度計プラスっていうものなんですね。ちょっと開けてみたいと思います。僕ね今回これ見るの初めてなんですよね。すごい液晶がめちゃくちゃ見やすくなってますね。これだったら遠くからでも確認することできますね。見やすくなってる。であとこの新しいタイプの方はここがこうやってパカって開くんですよね。でこんな感じで置くことができるっていう、前のこの温湿度計にはない機能ですね。すごいねもうここからして変わってる。じゃあ僕のこのアプリと連動させてみますね。このアプリのこの部分をタップして、この中から機械を探します。あ、ありましたね、これ温湿度計プラス。あとはここでやり方が書いてあるのでこれに沿ってインストールしていきます。はい、今インストール中ですね。あ、もうできましたね。インストール初期設定温湿度計プラスと、はい、こんな感じですね。まあ、ルームの方はこのままでいいです。で次へ成功。はい、これで完了です。スイッチボットのいいところってインストールがめちゃくちゃ簡単なんですよ。でこれで、あ、もう今出てますね。こちらチラ部屋温湿度計プラスっていうところ一つ追加されました。まあ、もうこの画面で温度と湿度を確認することができるんですけど、この他にここの部分をタップするとこうやって過去のデータも見ることができるんですよね。あ、その他にこのアラート設定っていうのも設定できるみたいです。設定した温度に到達したらお知らせしてくれるみたいですね。どのぐらいにしとこうかな。まあ、この部屋は基本的に23度にしてるから23度以下、23度以上にしておきます。湿度はこの部屋ね 40% 以下、これで合ってるのかな。あ、範囲 40% 以下 40% 以上、これでいいのかな。多分この設定で室温が23度以上になるとアラートが鳴る、あと23度以下になってもアラートが鳴るっていう感じなんですね多分。で湿度の方が 40% 以下でも以上でもアラートが鳴るように設定しました。保存と。快適温度とかもあるんだ。今回のこの新しい温湿度計なんですけど、ここに顔マークがついてるんですよ。でこの顔マークが出る時の快適温度をここで設定することができるみたいですね。すごい、さすがプラスっていうだけあってかなり優秀になってますね。快適な温度と快適な湿度をこの部屋用にカスタマイズすることもできるみたいです。すごいね、いいねこれ。じゃあこの部屋の場合は快適温度を22から23度にして、快適な湿度はもう 40% っていう形で設定したいと思います。これで保存。そうするとさっきまでここに顔マークが出てたんですけど、今湿度が24度になってしまっているから快適じゃないっていうことでマークが出なくなりましたね。すごいね温度湿度計は今触ってたので数字がごちゃごちゃになってるんですけど、これはちゃんと置いておくと安定するかと思います。お、すごい、今設定した湿度より 3% 下がってるから乾燥してるよっていうマークがつきましたすごいねこれ。まあ、ただこの部屋の場合は 40% 以下であればもう何パーセントでも大丈夫なので、まあ、これは全く問題ないですね。はい、続いてこちら見守りカメラなんですけど、僕スイッチボットのこの前に出ていたカメラは持ってるんですね。それがこちらですね。このカメラは広角レンズですごいね広範囲で撮影することができるんですよね。でいつもこのカメラで
チンチラのプーちゃんとデグーのピーちゃんの様子を見ていたんですけど、今回はカメラの最新版、こちら見守りカメラということで開けてみたいと思います。今までのスイッチボットのカメラより明らかに大きさが大きいんですよねおーすごい、しっかりとした見守りカメラ。ちょっとフィルム剥がします。はい、じゃあまずはまたこちらのアプリにインストールしてみたいと思います。今までの設定と同じようにここのプラスの部分をタップして、今回は ありますね見守りカメラ、あとはこのやり方に従って設定していくだけですね。前のカメラもそうなんですけど、このねコードが結構長いんですよね。だからどこにでもね置くことができるんですよ。ただ常に電源は供給しておかないと使うことができないです。でこの後ろの部分に接続して、よいしょ、でこのまま USB で接続できる場合はいいんですけど、コンセントに接続したい場合にはこの専用アダプターを別で購入する必要があります。はい、ここまでできたらこのアプリを、音が鳴りましたね。プロンプトトーンが鳴り LED 表示ランプが赤色に点滅します、次の手順に行きましょうということで、もうこれで大丈夫みたいですね。さっきなんかトゥルルーンって音鳴りましたね。はい、続いて、あ、 Wi-Fi の設定が必要みたいです。はい、設定が終わったので次へ。で QR コードが出てきたのでカメラでこの QR コードをスキャンできましたね今。で次へ。おー、できた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 、すごい動いてる、あ、すごいすごいすごい、なんか動いてるはい、これで設定が終わりました。あとは見守りカメラの名称をアプリ側で設定します。チラベア、はい、今すぐ使う。はい、今回はチラベア見守りカメラという形で設定しました。さあ、じゃあこれで一旦ちゃんと映るかどうか確認してみたいと思います。はい、今僕を映してみてるんですけど、ちゃんと映ってますね。おお、フリップすると画面を動かすことができるみたいです。すごいすごいすごい、これちゃんと動きますね。はい、こんな感じでちょっと今ねカメラがあるんですけど、プーちゃんとピーちゃんのケージすごいね。この見守りカメラは水平方向の可動範囲が360度で、垂直方向の可動範囲が115度稼働するみたいです。結構広範囲で映すことができるんですね。すごいですね。あとその他にここをタップするといろいろ設定ができるんですけど、自動追尾機能と人間の移動検出機能がついてるみたいです。これ追尾ってやるとどういうことなんだろう、人に追従するのかな。お、追従してますね。あ、動いてる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 すごい、人間が動くとその人に反応して追尾してくれますね。こんな感じで、すごい。でもう一つが移動検出機能ですね。これは今までのカメラにもついてました。そうするとこんな感じでチラベや見守りカメラが胴体を検出されたっていうので情報を出してくれるんですよね。あとこのカメラにはナイトビジョンモードがついてるので、この部屋が真っ暗な状態でもチンチラのプーちゃんとデグーのピーちゃんを確認することができます。さすが。あとこの映像のところなんですけど、ここをフリップすると拡大することもできるんですよね。こうやって、特にピーちゃんはすごく小さいからどこにいるのかよくわからない時があるから、こうやってフリップして拡大をして確認することができると。これはすごい便利な機能だねあとこの見守りカメラは音声をカメラから出すこともできます。この部分を押したままにして、はい、こんな感じでカメラから音声を出すこともできます。あとはこのカメラの音声を拾ってこのアプリで聞くこともできます。すごい便利ですね僕の場合は以前スイッチボットの商品を紹介してからすごく気に入ってカメラを2台購入していて、あと温度湿度計も2台購入して、うちにはトイプードルのポコタンっていう子もいるんですけど、その部屋にもカメラと温湿度計を置いて確認してます。
はい、というわけで今回はスイッチボットから出ている温湿度計プラスと見守りカメラのご紹介をしました。このスイッチボットから出ているカメラに関しては、先ほどアプリと連動させるのがすごく簡単でしたよね。僕以前違うメーカーのカメラを使ったことがあるんですけど、そのカメラもアプリと連動させることはできたんですけど、すごく連動させるのに苦労したんですよ。なんだろうね、うまくね簡単に連動することができなかったんですよね。でもこれは直感で誰でも簡単に接続することができるので、僕個人的にはすごくおすすめです。あとこの温湿度計ね、これに関しては外出先でもスマホアプリで確認することができるから、特にチンチラ街さんには重宝するんじゃないのかなと思います。この温湿度計プラスともう一つハブミニっていうものがあるんですけど、それを別途購入していただくと、この温湿度計とハブミニを使ってエアコンを連動させることで、この設定した温度よりも室温が高くなってしまったり低くなってしまった時に、エアコンを自動で動かすことができたりする機能もつけることができるんですね。あとはハブミニっていうものを使うと、まあ、僕の場合は iPhone を使っているので、 iPhone の場合だと Siri と連動させて温湿度を確認することができたりとか、カメラの方を起動させたりすることもできるようになります。ちなみに Amazon の Alexa とか Google アシストと連携させて音声コントロールすることもできるみたいです。はい、これだけ簡単に設定ができて、しかも高機能なスイッチボットの温湿度計プラスと見守りカメラ、皆さんもぜひ使ってみてください。どうしようかな、これ見守りカメラトイプードルのポコタンの部屋にも置こうかなすごい便利なんだけどこのカメラ。こっちの温湿度計も見やすくなってていいよね。いや、相変わらずスイッチボットすごいですね